フェイツ・ウォーニングはアメリカ合衆国出身のプログレッシブメタルバンド。1980年代中頃からプログレッシブロックとヘビメタルを融合させたスタイルを展開。以来プログレッシブメタルと定義づけられ発展させた先駆者としても知られている。1982年コネティカット州ハートフォードで結成。1990年代中頃から オリジナルメンバーはギターを担当するジムマテオスのみ。ただし2016年にサードアルバムアウェイ君ザガーディアンの発売30周年として当時の旧オリジナルメンバーと再結成を企画した。初期の音楽性はセカンドアルバムスペクター・ウィズ・イン1985年までアイアン・メイデン風の伝統的なヘビメタルの流れにあったがサードアルバム アウェー君、ザ・ガーディアン、1986年以降、後にプログレッシブメタルと呼ばれるようになる音楽性へと方向転換していく。実際、同系統のミュージシャンマイク・ポートノイは、プログレッシブメタルを作り出したのは、フェイツ・ウォーニングであったとも書いている。込み入ったリズムを含む楽曲、プログレッシブロックの精神性、ヘビーメタル音像の組み合わせといった特色の数々は、 その後のドリームシアターやクイーンズライクラにも多大な影響を与え、共にプログレッシブメタルというジャンルを発展させていった。彼らのファーストアルバムからサードアルバムまでは、ジョン・アーチの並々ならぬボーカルが特徴となっている。また、歌詞の題材として幻想的な題材を主に扱っていた。しかしアーチが脱退し、公認のレイアルダーが加入してからは、 内省的な内容の歌詞が多くなった。また、マーク・ゾンダーが加入した、フィフスアルバム、パーフェクト・シンメトリー、1989年以降は、プログレッシュブロックの要素がさらに増して実験的で、技巧を凝らした音楽となり、完全に迫り力で圧倒するようなヘビメタルの要素はやや後退した。デビュー以来、メタルブレードレコー図一筋だったが、9年ぶりのアルバム、ダークネス・イン。 エイディファレントライトからは移籍している。2016年、プログレッシブメタルの幕開けとなった、サードアルバム、アウェー君、ザガーディアンの発売30周年を記念して、当時のメンバーが集結し同作の完全ライブを再現。翌2017年に、ライブ作品、アウェー君ザガーディアンライブとしてリリースした。2020年2月時点サポート。ありがとうございます。